見てください。あの残念な複雑骨折の様子。この白いやつな、はい、この白いやつあかんねん。ちょっとこっちはいい場所、こっちはいい場所。あれな、もうベタベタやん。ダメよ、うん、いや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 いこっちでこう刺さって止まってるの気づいてなかった。助手席側。いやありゃあそりゃ買いますよ。ヤフオクでこんなん見たらね。今あの開けたばっかりですけど。ちょっとね考えてもらう。あとウッドパネルも1個外して置いていきますから参考までにね。理想で言ったら、ここ、はい、ここ、はい、もう全部張り替えてもうて、はい、もうピシッと合わすか、このライン。横で、ここでやってみますね、縦じゃん。いや、縦もこれ、これ、うん。だからこっちで出て、1、2、3、4枚。横と4枚。8枚。手間になりません。自分で張り替えてええやんか。別に俺に張り替えてこれ自分の車やから。そうそう、ね、だからあの裏側は修復してあるから、うん、表ハムなんかこんなん大して難しないやん、ま、うん、っすぐやし、うん、ツートンとかやめてください。生地たんたん、いや生地は、うん、だからお願いします、うんうん、なんかちょっと色ちゃうやなんて逆に変える方が良かったやん、そんな変な効果与えんとってください、うん、いや張り替えたらいいんちゃう。あ、そうしますよ、うん、4枚の、うん、まあ、ほんならここと色変わってたって、ここで友やから、はい、OK です、うん、とりあえずは A ピラーだけ置いていきます、とりあえず、うんうん、あれな、はい、もうベタベタやねん、なんかもうダメですか。うん、あのあれが、生地もうベタベタやねん。4枚貼りに行くで、8枚誰が貼るんですか。単純に穴を来るで終わりやね。いや、まあそうですけど、あ、そうですね。無理でしょ、これ。これ。いや。微妙ですよ。微妙。ちょっと明るくなりましたね。これが汚れてるのもあると思いますもんね。だからそっち、そっち焼けてる。うん、いや微妙。あれもできないか。日清の。日清のやつ？2000持ってきてみてくださ多いからね、名古屋のとこにしたんか。いや、徳永とはまた違う。タオルか、徳永とは。うちに頑張ってありますよ。この頑張るレベルちゃうって知ってます。もう晴らしますよ。代わりにこれね、バチンバチコーンって綺麗に綺麗に合わせてくれたら。なんで代わりなの。俺の車でもあるまいし。なんで代わりなの。ねえ、ちょっとは職員助けてください、ま、くださいませんかって、ね、
ちょっと助けてくれる気になって、今ちょっとブツブツ打ち合わせしてくださって。いやー、だから色ちゃうから、だから結局LINE を、LINE のリストとこは全部変えた、わかりました、パソコン全部シーピラーなんですね、そう、パソコン全部、はい、わかりました、グレーグレーグレー、パソコン全部グレー、ありがとうございます、メーターループ長さだけ見ないな、リペアすることにしました。A、B、C のピラーを外して、ちょっと色が異なるね、生地のね。で、それを統一感出すように、同じ色なんですけど、新しくなっちゃうんで、天井以外を交換すると。そういう流れになってきました。どうも、バロンザーマスです。A ピラーのバキバキの件、前崎代表とトムさんに泣きついたら、とりあえず布地を発注したるわと言ってくださいました。何でも、泣きついたら何でも終わると思う。ブツブツ悪口言われてますけど、めげずにこのままね、13クラウン、もうちょっとだけ良くしたいと思います。次はウッドパネルと、その前に、A ピラー取れたんで、そこに、レーダーつけとこうと思います。もう僕、レーダーの配線加工は終わってるんで、ちゃんとね、ギポシで、ギボシか。ギボシガチン止まるようにしてあるんでね、ちょっとやってみたいと思います。レーダーないと心配やからな。法定速度守ってますけどね、僕ね。まあ、ここを下外しとこうか。前崎代表がくれました。あの人はええ人やな。神様みたいな人や。じゃあ早速ですね、配線を回して、こんがらがっとな。で、皆さん、車うまくいかなかったらストレス溜まったり、もうやだな、もうこんなボロい車買うからあかんかってとか、まあいろいろ後悔なさることもあると思います。僕もかつてそうでした。でも楽しむって、もううまくいかんことも楽しむというね、人間形成をね、前崎ではいつも言ってますけど、もう思い切ってね、その視点で言ったら結構うまくいくし、何より笑けるほんまにね、なんか、うわ、間違ったみたいな、僕めっちゃありますからね。で、その都度叱られてますけど、まあ、完璧吸収してるんでね。このままいったら、僕、車いいとなれる可能性もあるという。で、今回これは、直付けのやつなんで、かなり頑丈に止まってるので、いいんですけど、ガラスにミラーがある場合って、こういうレーダー、ミラー式は、ブルブル震えんぞ、ナッツになったらね、暑さで。あんまおすすめしないんですけど、代わりに目障りじゃないっていう意味ではこれ強みなんでね。今回はこれ余りもんですけど、これ使ってやろうかなと思っております。こうですね。そしたら、あ、これさっき外さなあかんな。皆さんサプライズ、ここね、外して少し天井を浮かせるようにしましょうね。僕も若い時これ無理やり引っ張ってこう入れてたんですけど、やっぱ傷むので押さえたらもうこういうの抜いちゃいましょう。しましょうか。でもう終わりました、ね、すごい。一応つきました。電気ついてますね、ここ見てね。この道は右なんでつけんのかなと思ったら、よくない これやったんね。いや、つきました。 ETC カードが挿入されています。昼間明るくなんですね、これでね。これですると OK。
か入っている。動いている。こんなところに一円玉。あ、出た。儲かりましたね。いや、ありがとうございます。それよ、吉野家代で使ってくださいよ。ありがとうございます。さすがやな。さすが。